こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さん、動画の冒頭に速稼塾の久保ですっていう回数は確かに減ってきましたけども、別に意識してるわけではないんですよね。でも確かに速稼塾という塾は運営してるんですけども、新規入塾者もねいただいてるんですけども、ただ速稼塾をどうしても前に出していかないといけないってほどでは確かになくなりました。どちらかというと私の今のライフスタイルをお伝えしてですね、でもしそのライフスタイルに40を過ぎて挑戦してみようかなって方がいらっしゃったら、速稼塾というものがありますよというふうに、お勧めするぐらいですかね。でも私の普段のライブ放送なり YouTube 放送なりに何かしかの気づきとかね、価値を感じてくださる方にはそのまんまそのライブ放送をお楽しみいただいたり YouTube を提供したりということになると思います。特に速稼塾に入っても明確な自分の目標図が書いてない人には速稼塾は役に立たないんですよね。短期間で稼ぎたいとか、どうしても1億円が欲しいという方には速稼塾はとっても大切なバイブルになると思いますけども、そもそもなんとなくお金の不安があるから速稼塾に入ってみる、ドリアカ入ってみるでは何も起きないんですよね。で、驚いたことに40代50代という、人生をねしっかりと歩んでいかない時期に人生の設計とか計画がない方がもしかしたら多いんではなかろうかと思うんですよ。簡単な例を申し上げますけども、70歳を過ぎて80歳まで10年生きるとして、年間の生活費200万円としても2000万が丸々必要なんですよね。この2000万が70代を過ぎて ないということは、70を過ぎてもまた時給月給で働かなくちゃいけないってことになりますんで、これは相当しんどいですよね。70歳を過ぎた体でいろんなところが悪くなってるかもしれないし、腰も痛めてるかもしれない中で、まず誰が雇ってくれるって話があります。よしんぼ雇ってくれても自分の体がそれに耐えうるかっていう問題がありますよね。そう考えていくと本当にね、できれば70過ぎとは言わなくても60過ぎとか50半ばでリタイア、ファイアしたいもんだと多くの人が考えてるんじゃないでしょうか。だから計画が必要なんですよ。仮に70歳までギリギリ働いて70歳からの10年間を貯蓄なり何なりでやっていくとしても2000万かかるわけなんですよね。しかもこれ最低限度の必要金額なんですよ。じゃあこの2000万を自力で貯めようと思うとどういう計算になるかっていうと、60代の10年間で500万、50代の10年間で500万、40代の10年間で500万、30代の10年間で500万っていうふうに貯めていってやっと2000万ですからね。じゃあ30代終わる頃に500万貯めてる方ってどのくらいいるかな。実はね、データがありまして、貯金が100万円以下の人は2人に1人なんですよ。30代以上全年齢で。で、20代の年齢に至っては7割から8割の方が100万円の貯金すらないっていう統計データ出てるんですよね。そうなるとこの老後2000万、70を過ぎて2000万を貯めれる人っていうのは本当に限られてるんですよ。これ私はね、計画をして計画通りにいかなかったってことだったらまだ見るところあるんですけども、そもそも計画を立てていないんじゃないかなって気もするんですよ。計画には変更がつきものですけども、だからといって計画しなくていいってことにはならないんでね、少なくとも計画は立てた方がいいなと思いまして、速稼塾というものには人生設計をね立てるような、そんなコーナーもあるわけなんですよね。で、私自身40歳でネットビジネスというものに出会って、これは稼げるぞと思った時に3年で1億というふうに目標を立てました。同時にそれを計画にしたんですよ。じゃあどういう計画かっていうと、自己アフィリエイトをやってただけじゃ絶対に儲からない、これを人に教えることをコンテンツ商品にすることによって1人から2万円は割いていただこうと思ったんですよね。そして1人にセルフバックを教えて2万円、確かに魅力的なんだけども、これを1日4人やったとして8時間以上かかると。確かに8万円の売り上げが立つけども、これではね、稼げば稼ぐほど時間がなくなっていくなっていうふうに考えたんですよ。だからセルフバックを人に教える時でも在宅でできますよと、インターネットの力を借りて YouTube で学べますよっていうふうなコンテンツを作って、それを19,800円で販売したわけなんですよね。で、その他ブログをどうやって書くかというね、アカウントの取り方から記事の選び方まで、これも5,800円でブログ講座でお伝えしました。さらにブログを拡散するための Twitter 講座、それから YouTube 講座、ね、メルマガ講座、SNS 講座、コンテンツ作成のためのコーナー、そして電子書籍を作るためのコーナー、これを全部まとめて速稼塾という最初のカリキュラム19万8000円したんですよね。
で、結局これが週に1本売れるようになって、だいたい月に100万円を超えるようになりました。プラス、私自身のアフィリエイトの収入が100万円前後。合計200万という月収ができたのが1年目のことだったんですよ。この計画をもとに、平均で1日10万円の粗利を確保すれば、3年で1億はピタッといくなというふうに、自分の目標と計画が一致したところで、私の速稼塾の本来のスタートができたわけなんですよね。さあ、そうして計画を立てたと、得た利益で何をするのか。それは借金を返すのももちろんなんですけども、投資の種銭にしようと思ったわけですよね。まあ、ですんで私が当時2013年から投資をいつからかするか、これはね、5年後、2017年からっていうふうに目処を立てました。で、その時にはビジネスを一切やめて、投資に全力投球しようと思ったわけなんですよね。で、その計画もしっかりと立ちまして、ちょうどオプトインアフィリエイトのバブルが終わって、今ほとんどオプトインアフィリエイトやってないと思いますけども、私のアフィリエイトの最後の1年半っていうのはオプトインアフィリエイト頼みだったですね。で、おかげさまでオプトインでたくさんの、報酬をいただいて、と同時にですね、私のメディアはどんどん傷んできました。オプトインアフィリエイト、自分のメディアで発信することほど愚かなことはないと思ったんですよ。でも私のリストが、自力で集めた2万のリストが1万3000ぐらいまで減った、7000減ったのと引き換えに、まあ、18ヶ月連続で月収200万300万はオプトインだけで維持できたっていう、そんなね、歴史になってますね。それでアフィリエイトをすっかりと手を切って投資に全力投球したという計画が随々引かれていったということになります。で、今に至るんですよね。このように計画を立てて、その計画通り、もしくは計画の2枚上3枚上を行って、やっと自分の人生が手に入るぐらいのことなんですよね。もちろん自分の計画の立て方が下手だったら全く満たすってこともあり得るんですよ。その時は修正計画、下方修正がいると思いますけども、やっぱりね、そういうことの日々なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、吉田さんも40から投資って言ってますけども、そのぐらいのざっくりしたものでいいんで、やっぱりね、何が何でも投資が儲かりそうだから今やるじゃないんですよ。種銭はどうしたんですかとか、種銭を作る計画どうしたんですかと、そもそも今までの人生設計はどうやって立てて、どういうふうに検証してきて、どこがギャップがあって、どこが成功したっていうふうに一つ一つ洗ってきたんですかってことをね、やっぱり真面目に問いかけないといけないのは、まあ、私がサラリーマン時代に叩き込まれた人生設計書と全く同じなんですけどね。ということで、皮肉にもサラリーマン時代の経験が私にものすごく助けになってね、今の私を構築してますね。もちろんサラリーマンの種類にもよるんですけども、私の場合は本当に幸運にも上場を狙う、そういったドタバタ期に会社に入りましたんで、本当にね、社員一人一人が経営者としての上級の教育を受けてましたね。で、私はその一部を、まあ、聞きかぼじって、会社を辞めて、それを活用して今に至るわけなんですけどね。だからサラリーマン、もう本当に素晴らしい生き方だったなとも今思います。で、今ね、こうやってやらせていただけるのも、大多数のサラリーマンの方がいらっしゃるからやっていけるっていうのは、まあ、皮肉にもその通りなんですよね。まあ、でもこれからの時代、もちろんサラリーマンさんも大切なんですけども、副業ってものを意識しなければならないと思います。ですんで、これからね、副業なり投資なり、独立して自分の仕事を持つなり、あらゆる面でお金の問題解決に協力していこうかと思いますよね。まあ、それが私のね、最強を目指す最強伝説なんですけどね。吉谷さんもね、やっぱこう一人で暮らしてらっしゃって、ものすごいパフォーマンス出してると思います。私は家庭を運営しながら、ビジネス半分で投資半分みたいな感じで、このね、40代から50代に向かう男性にエールを送ろうかなと思っております。これからもよろしく、いってらっしゃい。